えー、今日のお話は、奨学金借りてまで大学へ行くなというまあお話ですね。まあ今日もまた Yahoo ニュースをまあ見てましたらですね。まあ奨学金返済。 一括請求のルーツは若者から収奪する日本学生支援機構っていうふうな、まあ、見出しで記事が書いてありましてですねまあ一括請求されるってことはまあ本人にまあ問題があったんでしょうねその払えないっていう場合であればそういうせ申請をですね、まあ、日本学生支援機構にですねすればあの解決する話なんでただまあですね いずれにしても、もしその返済できないというふうな旨をですね、日本学生支援機構にですね、申し出たとしたらですよ、そんなことをしたらですね、当然まあ保証人か連帯保証人に請求が行くことになるわけですよね。まあその前にまあ支援したということで、まあ当然そのお知らせが連帯保証人とか保証人に行きますね。私もですね、実は奨学金を借りて大学へ行ったっていう経緯があります。まあ私の場合こんな感じですね。 ちなみに借りた額はですね、私の場合ですよ、えー、250万円近くをこれ無利子の分で借りまして、で、有利子の分がですね、えー、こちらですね、えー、まあ、480万円ぐらい借りましたんで、まあ、合計しますと利息含めて755万ぐらいのお金をまあ奨学金借りていったんですね。 まあ、まあ、そうなってくると、返済額がですね、もう私の場合ですとこんな感じですね。月大体いいね、合計すると31,450円返さないといけないってことになるんですね。月3万円以上返すとなると、だいたい家賃分ぐらいのお金が奨学金だけで出ていくことになりますよね。例えば、じゃあ家賃3万のとこ借りたとしても、奨学金の返済を合わせると、月6万のお金が出ていくことになりますが、これ、きついですよね。 で、まあ、私の場合、この返還を大体今でですね、14年間継続してやってますんで、返済の合計額はですね、大体、まあ、計算してましたところ、4969,258円、14年間かけて返済したことになります。で、でもこれでも返済まだ終わってませんよね。だって755万あるわけですから。 あと258万円返さないといけない。だいたいあとね、7年ぐらい普通に返せばかかる計算になります。ですから14年かかってでもですね、例えばまあ700万ですね。さっき言った額借りたとしたらですね、14年かかってもまだ300、えー、260万ぐらいのお金が残ってくるんですよ。月3万返してもね。そこまでのことをしてですね、大学にまあ行く価値が意味がありますかっていうお話まずなりますね。 あの、今、高校行かれてる卒業さ、これからまあ、卒業シーズンになってきますけど、もうこの時期だったらもう申請は終わってると思うんで、まあその人たちのことはちょっとわからないですけど、まあ2年生の人とかですよね。奨学金借りてまで大学に行くっていうのは、これよくよく考えられた方が私はいいと思いますね。 まあ自分のこと当時思い出しますと、あまり深く考えてなかったっていうのがありますね。で、まあ、親は奨学金を借りて大学まで行ったことがない、まあ、高卒だったんで、まあ、当時、まあ、私、今38ですから、当時の親,親世代が高卒っていうのはまあ普通ですよね。うちの場合、母親は中卒ですからね。 ですから、まあ大学まで行った経験がないから、経験則がなかったから、まあ小学期に借りていったら、まあそれでいいかなという程度にしか、まあ考えてなかったっていう面がありますね。まあ環境ですね。まあ子供を我々その育った環境っていうのは人間を作りますので、知能指数もまあ環境によって変わるんじゃないのかなっていうのは私の考えではあります。 まあ、いずれにしろ自分の、まあまあ、弱だったってことに、まあ、尽きるからとは思うんですけれどねまあ、環境の中でしか物事っていうのはですね、まあ、判断材料がないと、まあ、お金借りて、まあ、大学まで行けばいいかなっていうふうな、安直な考えでですね、大学進学っていうのは、私はまあ、やめた方がいいんじゃないのかなと。私、大学院まで行ってしまったんですけどね、何してるんだっていう話なんですけど、 で、どうもね、まあ、うちの場合は、奨学金自体をどうやら親が当てにしたっていう富士がね、まあ、あったんですけどね。っていうのは、私、まあ、うせその、私の場合ですよ、まあ、その、まあ、マネ、マジ、マネージメントですね、観点から言っても、これ、どうせお金は返さないといけないんで、ほとんど、まあ、手つけなかったんですよね。まあ、できるだけアルバイトしたりとかですね、節約してやりくりして、うん、えっとですね、 300万ぐらいは残ってる状態にしたわけですよね。だところがですね、親にしたら、ああ、こいつお金持ってるなってなったんで、あの、断るごとにですね、保険に入るからお金が欲しいんだとかね。で、土地を、まあ住んでた土地が借地だったんで、それの売却や売却じゃなしに購入することになったからお金出してくれとかね。か結局、なんだろう。 貯めて残した分も、で、まあ私の、まあ保険、健康、健康というか生命保険代も全部、まあ親が取っちゃったんで、だから貯金ゼロになっちゃって、返済するとき大変なことになったんですけどね、うん、手をつけないように貯めてたのを、まあ親に取られちゃったっていう流れは私の場合あるんで、 まあだからこれが借りられる人もですね、もしかしたらですね、まあ奨学金借りて大学に行ってもですね、まあうがった見方したらそのお金を親が当てにするってことも当然出てくると思いますよ。ないとは言えないと思いますよ。みんな人の子ですからね。だからお金を借りてまでして大学に行くっていうのは、私の場合絵描きの道を選んだんですけどね、最終的に。それで思い返すと、大学まで行った意味っていうのは基本的にはなかったかなと。 絵の知識、まあえー、パソコンを使ったフォトショップとかですね、を使った絵の作画技術っていうのは基本的に私はその、遊戯アニメーションの夜間を半年、3ヶ月ですね。3ヶ月間やった。もう途中で中退それもしちゃったんで、それもお金多分ね30万もかかってないと思いますよ。そこの期間行っただけで言ったら。あとはね、その、まあ、職業訓練ですね。私就職した後、 まあ会社転職して、で、また次の会社行ったところ、まあ博物館でしたけど、非常勤で行ったところ辞めて、一応雇用保険入ってましたんで、その関係でまあ職業訓練っていうのをまあ受けたんですね。それでグラフィックデザインの勉強を、まあだからタダでして、でまあお金ももらえますよね。失業、失業手当もらえますよね。で、あれね、だからそう、いろんな制度がその雇用保険ですね。あの、 ハローワーク行ったらいろんな職業訓練の制度が載ってますんで、あっこに行けばですね、グラフィックデザインであるとか、簡単なそういうフォトショップを使った勉強方法っていうような講座はですね、無料で教えてくれるんで、特に若い人に対しては結構いろいろな講座が用意されてると思うんで、もうそのお金がないんだったら、そういう公共機関のところで学ばれた方がいいと思いますね。で、まあ、バイトしてたまったお金で開業教室でデッサンをつき、 1> 月1回か月3回ぐらいだったら1万ぐらいで都市部ですね大阪とか東京とか都市部に住まれてれば勉強する時間が持てると思うんで普通にそこでデッサンをそれだけ勉強されてで身についた技術でアニメーターとかもし絵描きを目指されるんだったらですよここの場合でちょっとまあこう限定してお話しすると絵描きを目指されるんだったらアニメーターなんて別にその大卒とか関係ないですからね 私も東京のアニメーターの会社も受験しましたけども、その美大とか行った子が来るけど、やっぱりみんなすぐ辞めちゃうよねっていうお話されてましたね、面接官の人は結局、絵として続くかどうかはそういう学歴は関係ないですっていうふうな、まあ、お話はされてましたね。まあ、確かにそうなんですよ。体力勝負なんで、体力が持った人間ですよね。で、メンタルが強い人間だけがアニメーターも生き残れるんで、 別に学歴ですね、とか、その、腕っていうのはあんま関係ないですよね。だから、よっぽどまあ、高等なことを勉強したいとかですね、まあ、言う人ですね。まあ、そういう人は兄弟とか東大行けばいいんじゃないのかなと思うんですけどね。わざわざ私学に入るのに、奨学金まで使って行ったとしても、後半でまあ、黒くすることになりますよって、出た後で返済が始まりますんで、 私の場合さっき言ったように、もう14年返したとしても、まだ7年残るし、で、月の返済額は3万ですからね。私の場合同人で当たったから、別にそれだけ返しても、まあ今は平気ですけど、28とか9の時っていうのは、本当生活大変でしたね。もうアルバイトで。で、まあ家は、その結局土地を私の場合、奨学金貯めたお金で買ったんで、家賃がなかったから、 それ、返済の分当ててもなんとかいけましたけど、これで家賃払ってたらもう多分生活成り立ってなかっただろうなと思いますからね。だから、もし大学まで行かなければ私こんな苦労せずに済んだのになって今は思ってますからね。まあ、なのでもし大学に行きたいというようであればね、私が思うのはお金に余裕が出たと。でも捨てるだけお金ができたっていう段階で、息抜きで大学に行くっていうのはありなんかなと。 まあ遊びで大学に行くのはありかもわからないけど、ないのにですね、お金、まあこれは何にでも言えることですけど、お金がないのに、その、わざわざ借りてまでやるっていうのは、やはりこれは文不相なんだろうなと。私はこのように思ったというお話でした。ご視聴ありがとうございました。